父さん、母さん、ごめん。俺は行くよ。教えてもらおうか、新しいガンダムの性能とやら。フルフロンタルはあのシャーズナブルかもしれないと言われている男です。ジオン大君の意地が親の仇であるザビ家の末裔を大事にするはずがない。隊長、私に撃たせたな。これがガンダム。また敵となるか、ガンダム。あれは鍵であって箱そのものではない。何なのかわからない者のために人が大勢死ぬなんて。彼らがそう望むなら私はシャアズナブルになる。このマスクはそのためのものだ。なぜ？プルトゥエル、それが彼女の名だ。もういい、すまなかった。歯車には歯車の意志がある。お前もお前の役割を果たせ。あなたがつながりのパイロット、箱の鍵に期待しているわ。囚われているんだよ。決して解けない血の呪縛にな。悲しいね。撃てません！かつてガンダムに乗った者たちと同じく、君もガンダムに選ばれたのだと思いたい。ユニコーン。ビリー、私とあなたの行く道は違う。そんなこと言ってる場合か。私はザビ家の女です。この目でラプラスの箱の正体を見極めます。さようなら。あなたのことは忘れない。リレバー、受け止めなさい、バナージ。オーダリー、やれるな、ユニコーン。あなたのお父上には夢があった。箱は開かれた未来で新たな世界を築くという夢が。迷わず進みなさい。あなたはお父上の。私のたった一つの望み、可能性の獣、希望の象徴。もし本当にニュータイプが存在するなら、彼らにこそ箱を託したい。了解した。宇宙世紀憲章は実力を行使してもらい受ける。バナージー、ユニコーンガンダム、行きます。